こんにちは。ちょっともうすでに飲んでんですけど。今日もですね、2本ほど、飲もうかなというふうに思っております。はい、こちらでございますね。今飲んでるのこっちです。はい。これがですね、皆さん、これね、これ、ちょっと前に、ちょっと紹介したかな。前回の動画で紹介したかなと思うんですけど、これ、ジュラっていうね、だっけな、これ。畑がジュラなんですよね。うん。で、ドメーヌで、マルヌブランシェですか?ちょっとわかんないですけど。の、まだこれ、作ってる人一緒ですね。作ってる人に同じで、畑が違う。畑違いで、ぶどうもちょっと違うんかな?うん。これ、シャルドネ、レ、モルテ、テイスとかなんか書いてありますけども。ルですか?ちょっとわかんない。こっちもまあ一応シャルドネはシャルドネなんですけど、まだちょっと違うかな。畑とぶどうの種類がちょっと違くて、絵が違うでしょ?ほら。はい。ということで、同じ作りでね、これ本当美味しかったんで、ちょっとそれの、違うバージョンということでちょっと買ってみましたけども。これはね、美味しいんですよ。美味しいんですけど、本当に飲みやすい。美味しいんですけどっていう、なんか逆説のあれはおかしいな。美味しいです。飲みやすい。飲みやすい。非常に飲みやすいです、これ。本当になんかワイン、あんまり得意じゃないとか、なんかあんまりっていう方とか、結構飲みやすいんじゃないですか、これ。本当に入り口として。入り口としてっていうか、まあ僕もまだ入り口付近をうろうろしてる身分なんですけど、でもまあなんかすごい飲みやすいです。とにかく。バランスがいい感じがしますね。はい。酸味もそうですし、ちょっと甘みもあって。だから僕はね、甘いの好きじゃないんで、これそこがちょっとあれだな。こっちの方がやっぱうまい。こっちの方がうまい。これはほぼ甘、あ、ほぼというかまあ甘みなかったんで、これはね、ちょい甘いんですよね。若干。最後の飲んだ、まあごくりと飲んだ後にちょっと甘みが。うん、ちょっとね、若干ですけど。でもそれ以外は本当に飲みやすい。美味しい。ごくごく系、ガブガブ系の。だからまあ本当だったらね、こう夏とかにね、結構冷やして、キリッと冷やして、ガブガブだったら、これ結構いけちゃうんじゃないかなっていうくらいの、ものです。非常に飲みやすい。これちょっとなんか、わかんねえ。ドメーヌなんとかって書いてありますけども。フランスですね。はい。フランスのワインでございます。ヴィンテージ2017。はい、うん。すっきり綺麗な。すっきり綺麗ですね。すっきり綺麗な感じも。うん。うん。ちょっと、ほんとバランスがいいな。果実感もありつつ、すっきり綺麗。ちょい甘みもあって。うん。飲み口もすごいサラッとしてて。飲みやすい。うん。美味しいですね。これは。これはなんかもう本当に、あんまりこう、好き嫌いが分かれない感じというか。なんかね、それこそこう、差し入れじゃないですけど、なんか、じゃあね、まあ、ホームパーティーだなんつってね。いや、そんなことないですけどね。ホームパーティーに、これどうって持ってったら、多分、そこの場にいる人みんながこう、なんか美味しく飲める感じ。はい。っていう感じですね。はい。で、2本目がこっちですね。あ、これ同じですね、インポーターが。インポーターが同じ。ディオニーというか。もうこれは結構だいぶ飲んじゃってるんですけど、これがね、ルドビック・シャンソン・レ・カボティヌ2017っていう。ルボティック?なんだ?ルドビック・シャンソンという方ですか?ルドビック・シャンソンが、シャンソンという方が作ってる。ね、作り手がそういうか、ルドビックさんで。これも白ワインなんですけども、これ結構飲んじゃってるんですけど、こっちの方が僕好きでね。はい。レ・カボティヌ。レ・カボティヌですか。これはね、これ好きなんですよ、これは。僕。
これ、まあもちろんフィーカに行って買ってきたんですけども、こっちはね、ご飯食べれてる途中に、ちょっと出してもらって、うまっということで、思わず帰りに買ってしまったやつです。美味しい。うん。うまい。そう。これはね、これに近いんですよ。これに近くて、ちょっとミネラルある感じのでございました。これフランスか。両方フランスですけど。ちょっとミネラルある感じで甘みなくてすっきり。なんですけどね。ちょっとまろみがある感じの。で、酸味もありつつ。これ美味しいですね。これと同じくらい。これとちょっとね、似てます。ベクトルが、系統が。これすごい好き。だからなんか結構飲んじゃったんですけどね。もうあとちょっとしかない。これ美味しいね。これ好きやね。これ好きです。ルドビック・シャンソンさん好きですね。これ。そうそうそうだ。うまみもちょっとあってね。ちょっとミネラル系なのかな。ミネラル系でちょっと酸味もありつつね。甘みは一切ないんですけど。これ美味しい。これガブガブですね。これ好きやわ。これ系の味、もういいか、全部言ったね。ウィースってことで。これ系のね、味好きなんでね。あっ！すいません。うーまっ！ああ。価格言い忘れてましたね。これ両方ともね、3000から4000だ。まあ大体僕が買うの大体3、4000なんですよ。大体そうです。高くて5000とか。なんで、まあ大体5000円、3000から5000円の間ですね。これもそうでした。多分3000か4000くらいだったかな ?1 本。うん。これ美味しい。これめっちゃうまいなぁ。これ好きやわ、俺。これ好きですね。これと匹敵するぐらい。僕好み。はい。これ好きでね。ちょっとまた行かなきゃ。行かなきゃな。もうなんかね、最近こう注ぐじゃんトポトポってなんか色でなんとなく俺好きか嫌いかなんとなく分かるようになってきたもんね。俺やっぱ好きなのこういう色が薄いこういう色、うん、ちょっと黄色っぽいんだけど透明度が高い感じが俺好き。うん、でもこういうちょっと透明度高い感じだとね、やっぱすっきりしてくるんで味が、うん、こう重厚感ある感じじゃなくて、どちらかというと僕飲み口は結構、軽やかというか、ライトの方が好きなんですよ。うん。ガブガブ飲める系の方が。あー、うん、うまいな、これ。これ結構僕の中で来てますね、これ。これ、ちょっとこれとこれ飲み比べてーなー。これとこれをちょっと直にこう飲み比べたいなっていう感じはすごいあるんですけど。うん。うまぁ。うまい！これすごい好き。好きです、これ。あ、美味しいなぁ。面白いですね。やっぱいろいろ飲んでみるとね、好みってものが分かってきますから、もう僕もこれで何本飲んだかな。13本くらい飲んでますね。13本くらい飲んでるんで、白ワインだけで。ほぼ白ワインだけで。白ワインだけか。13本自分で買って飲んでるし、そのお店でグラスワインだけでっていうのを入れればもうちょっといってるんで、はい。まあ、30種類ぐらい飲めばね、30種類ぐらい飲めばなんかなんとなく分かってくるんじゃないかなと思います。自分の好みっていうか。やっぱね、これ、好き嫌いの世界だと思うんで、ぶっちゃけ多分。好き嫌いじゃないですか。ね、人によってその好みっていうものが違うんで。あー、でもいいね。ちょっとまたなんかちょっと仕入れてこようかな。うん、そうそう、この間ね、
これはうちの両親の結婚記念日の時に、まあちょっと結婚記念日祝いということでね、親を連れてフィーカに行ってきたんですよ、この間。10月の、そうそう、下旬の方に。ねえ、うまくてねえ、飯もうまいわ。うん。酒もうまいわで、本当に最高の店です。もう俺完全に常連とかしてるんで、完全に常連とかしてるんで、もう。松本って言えば、あーってなるんでね。これ、電話で予約するときも。いや、俺、めっちゃヘビーユーザーだから、めっちゃ使わせてもらってるんだけど、めっちゃ買わせてもらってるんだけど、さすがにさ、なんか、電話で予約するときとかに、いや、松本ですけど、みたいな感じで、こう、偉そうに言うのちょっと気が引けるじゃん。気が引けるじゃないですか。だから、まあ、すいません、つって、何月何日に何名で何時から予約したいんですけど、つって。で、最後にさ、あ、お名前と連絡先いただいてもよろしいですかっていう時に初めて、あ、松本ですって言った。あーみたいな。あー、いつもありがとうございますみたいな感じになってる。もう、顔刺されてるんで。ふま、あいい店です。フィーカはね、近々、確かね、7年目になる、7周年とかなんで、結構すごいんですよ。7周年、上田で7年やってますから、結構すごくてね、まあ僕も本当、ここ1年とかで、ね、通わせてもらう感じになりましたけども。うまい。はい、まあそんな感じで。はい、今回のナチュル日記はそんなところですかね。はい、ちょっとまた仕入れてこようかなと思います。